皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。BTS やルセラフィムなど、世界で活躍する k p o p アーティストが所属する韓国の大手芸能事務所 HYBE は、パリオリンピックに向けてペンライトを制作したと発表。これにあたって、HYBE のコメントをネットメディアが取り上げたのだが、その内容に日本のアイドルファンが激怒する事態となっている。写真、平気な顔で嘘ついてる、HYBE が、5人。 していた証拠画像現在削除済いよいよ7月26日に開幕するパリ2024オリンピック各国で盛り上がりを見せる中9日にハイブが韓国選手団を応援するためオリジナルペンライトの制作を発表した日本のアイドルファンがキレた一言同日には韓国のエンタメ情報を中心に発信しているネットメディアクスタイルがこのニュースを伝えていました k p o p の応援文化の象徴であるペンライトという書き出しから、ハイブがパリ五輪のためにペンライトを特別制作し、約5000個を提供するなどと伝えています。また、SNS ではハイブ所属アーティストがペンライトを活用した、応援コンテンツを配信していくようです、芸能ライター。五輪の聖火トーチがモチーフのデザインで、選手用のペンライト上部には国旗を取り付けることも可能なのだとか。 スタイル2は k p o p から始まったペンライト文化を国際的なスポーツの場にまで拡大し、新しい応援のパラダイムを提示することは、エンターテインメント企業である HYBE としては非常に意味のある試みだという HYBE のコメントも掲載されている。しかし、この記事が公開されると、日本のアイドルファンから批判が噴出。HYBE のコメントにあった K-POP から始まったペンライト文化という一文が間違いであると指摘する声がネット上に続出したのです確かに K-POP アイドルのコンサートでファンがペンライトを持つのは一般的ですがもともとは日本のアーティストから始まった文化だと言われてます前で芸能ライターコンサートでペンライトが使われるようになったのは西条秀樹さんがきっかけというのが通説になっている 1974年の夏に大阪球場で行われたコンサートの前日に西条さんが自身のラジオで懐中電灯を持ってきてほしいと呼びかけたのだとか k p o p ファンからも厳しい声このエピソードは西条さんが2016年に中日新聞と東京新聞で連載していたコラム「西條秀樹秀樹」「還暦」の中で明かされていましたこれを機に、 ファンが懐中電灯や豆電球をコンサートに持ち込むのが定番となり、80年代にはケミカルライトがグッズとして売られ始めたといいます。なお、クスタイルには、全世界の人々の祭りである五輪にペンライトが使われるのは今回が初めてという記載もありますが、前回の東京2020オリンピックで使用されているので、これも誤りだといえます。スポーツ指揮者 記事を読んだ日本のアイドルファンからは「平気な顔で嘘ついてるハイブやばい」「このままじゃアイドル文化は何でもかんでも韓国発祥にされちゃうよ」「これだから k p o p は嫌いなんだよ」「適当なこと言うな」といった批判が続出さらに k p o p ファンでもハイブの発言はおかしいと思う「訂正した方がいい」k「k p o p は好きだけど」 ハイブの傲慢で人や文化にリスペクトがないところは大嫌い。など、k p o p ファンからも厳しい声が飛んでいる状態だ。なお、クスタイルは10日に、内容に誤りがあったとして、当該記事の掲載を中止している。ハイブ側からも訂正を求めるファンの声もあるが、何かしらの対応はなされるだろうか。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。